サンジョバンニラテラノ大聖堂。サンジョバンニラテラノ大聖堂。サン、ジョバンニー・ラテラノ大聖堂。サンジョバンニラテラノ大聖堂サンジョバンニイン・ラタラノは、イタリアのローマにあるカトリック教会の大聖堂。ラテラン教会、ラテラン大聖堂とも呼ばれる。ラテラノは、ラテラーノとも表記する。ラテラノ宮殿が隣接している。ローマの四大バシリカ、古代ローマ様式の大聖堂の一つに数えられる。 四大バシリカとは、このラテラの大聖堂とサンピエトロ大聖堂、サンタ、マリアマジョーレ大聖堂、サンパオロフオーリレムーラ大聖堂、城壁外のセーパウロ大聖堂である。さらにサンロレンツォフオーリレムーラ大聖堂、城壁外のセーラウレンティウス大聖堂を加えて古代、バジカと呼ぶこともある。ラテラの大聖堂は、バチカンの領域外にあるが、ラテラの条約によって、 バチカンの特別な権利が認められている。古代において、ラテラの大聖堂は、旧聖主大聖堂と呼ばれ、ローマの多くの教会のランク付けの中で最上位に置かれ、信徒たちの敬意を集めた。ラテラの大聖堂は、ローマ主教としての教皇の主教座聖堂を、カテドラルであることから、全カトリック教会の主教座聖堂を、をすべての教会の母とも称される。 もともと、この場所には、ローマ帝国の時代、ラテラヌス家という一族が豪華な邸宅を構えていた。ラテラヌスの一族は、数人の皇帝に仕えた。セクスティウス・ラテラヌスは、一族の中から初めて婚する、執政官に任命された。その後、一族のプラティウス・ラテラヌスが執政官を務めていた、時、ネロ帝に対する反乱の容疑で捕らえられ、邸宅と財産を没収された。 その後、コンスタンティヌス帝がマクセンティウスミカドの妹であった、ファウスタを埋め取った時に、ラテラヌス家の邸宅を手に入れた。そこでファウスタが暮らしたため、ドムス・ファウスタ、ファウスタの家と呼ばれるようになった。コンスタンティヌスは後に、キリスト教徒たちにこの邸宅一式を譲った。キリスト教徒たちがこの建物を譲り受けたのは、いつの頃かは定かではないが、歴史家たちは、教皇ミルティアデスの時代。 313年頃では、ないかと考えている。ミルティアデスの時代、ドナテイスト論争の決着のために、教会会議が開かれた。そこでは、こと公論が採用され、人公論を異端的として退けた。以降、ラテラの家のものだった邸宅に教皇が暮らすようになり、ラテラの宮殿、教皇宮殿と呼ばれるようになった。敷地内のバシリカは聖堂に転用されたが、 後に拡張されて、ローマ主教である教皇の主教座聖堂をカテドラルとなった。ラテラの大聖堂の正式な剣道式は324年に教皇シルエステル一世によって行われた。同時に、世界の中心たるローマで最大の聖堂であることから、世界の母なる聖堂と称され、聖堂の中の聖堂としての栄誉を受けた。その後、10世紀に入ると洗礼堂が新築されたことの、 記念に、教皇セルギウス三世がこの聖堂を、先霊者ヨハネに再奉検した。12世紀のルシウス二世は、聖堂と宮殿を合わせて、福音記者ヨハネに奉検した。ラテラの大聖堂は二人のヨハネを記念する、聖堂として、数形を集めた。ミルティアデス以降の歴代教皇たちは、ラテラの宮殿で暮らしたが、14世紀のフランス人、教皇クレーメンス五世は、 フランス王の意を受けて聖座をフランス領内のアビニョンに移すことを決定した。教皇庁がアビニョンに置かれていた間に、ラテラの大聖堂と宮殿はアレルに任され、1307年と1361年に2度の火災にあっている。アビニョンの教皇庁は修理に充てるよう何がしかの資金をローマに送金したが、かつてのような異様が保たれることはなかった。長らくアビニョンにあった。 教皇庁は、右与曲折を経てようやくローマに戻ったが、ラテラの大聖堂と宮殿は、荒れ果てていたため、教皇はとりあえず、テベレ川沿いのサンタマリア大聖堂、を、アトノンタマリアマジョーレ大聖堂に住むことにした。後に、教皇の居住用に、サンピエトロ大聖堂の隣に、教皇宮殿が作られ、そちらに移った。以後、教皇は、現代に至るまでバチカンの教皇宮殿で暮らしている。 16世紀の教皇シクストゥス5世は荒れ果てていたラテラの大聖堂と宮殿を修復してかつての異様を取り戻そうと考えた。再建後、もともと一体化していたラテラの大聖堂とラテラの宮殿は切り離さた。ラテラの宮殿は現在では教皇調律博物館として古代キリスト教関係の展示品を収集している。シクストゥス5世はお気に入りの建築家、 ドメニコ・フォンターナに修復事業の葬式を取らせた。1620年11月15日、アジアから中東を経て、ヨーロッパにたどり着いた、日本人、イエズス・スカイシ・ペトロ・キベは、このラテラの大聖堂で、念願の司祭除海の秘跡を受けた。彼は、その後、迫害の激化していた日本に戻って殉教している。17世紀になると、教皇インノケンティウス10世は、 フランチェスコボ・ロミーニに聖堂内部の装飾を大々的に行わせた。18世紀のクレメンス12世はファサードのデザインを公募し、アレッサンドロ・ガリレーの案を採用した。現在見られる聖人たちが立ち並ぶ印象的なファサードはこの案に従って1735年に完成している。しかし、このファサードの設置によって、教会正面に残っていたバジリカ時代の面影が、 すべて取り払われてしまうことになった。ラテラの大聖堂前の広場にはエジプトから運ばれたオベリスクが喫立している。このは、もともとトトメス三世によってカルナックに建てられたものだったが、ローマ時代に大競技場チルコマッシモに建てるために運ばれ、その後、競技場がなくなると現在地に移された。大聖堂に隣接する八角形の洗礼堂は、 コンスタンティヌス帝が洗礼を受けたという伝承の残る位置に作られ、長きにわたって、ローマでただ一つの洗礼堂として尊重された。ラテラン宮殿は、第1回から第5回まで行われた、公会議、ラテラン公会議の舞台ともなっている。詳細は、公会議の項を参照。1929年2月11日には、教皇ピュース11世の全権代理。 ガスパッリス・キ教とイタリア共和国のベニートム・ソリーニ首相との間で合意が成立しラテラの条約が締結された。その名称は条約が調印されたラテラの大聖堂とラテラの宮殿の名称に由来している。ラテラの大聖堂は数字にわたって大規模な修復や改築が行われたが随所に古代の建築物の痕跡をとどめている貴重な 建造物であり、1980年に世界遺産に登録されている。ローマ歴史地区、教皇陵とサンパオロフオーリレムーラ大聖堂参照。カトリック教会においては、剣道記念日、ラテラン教会の剣道は11世紀以来、11月9日に祝われている。前日の通り、ラテラン教会は全ての教会の母であるとされるため、 その剣道記念日は本教会のみならず、全世界のカトリック教会において祝われる。11月9日が、主日、日曜日と重なった場合でも優先して祝われる、教会歴正方教会カトリック教会の、天礼歴参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。